誰が使ってんだ、全然わかんなかった。わかんねえな、今待ってくるから。わかんなくて、ちょうどいい時もあるんだよ。さあ、皆さんこんにちは。今日は令和3年11月。今日は2日かな、11月2日。さあ、オーナー様が顔は映さねえから大丈夫。シエラ、ジムニーシエラで来てくれたんで、ジムニーシエラの内装をちょっとみんなと一緒に共有すべえかなと。もう荷物ばっかりして、まあ、全然いいよ。おお、新しいのが。でも最初買ったばかりは。ちょっといい？あ、どうぞどうぞ。あ、こ、ね、これ、このサイみたいのがシエラのマークになるの。うん、ね、ジムニーの。これがシエラな。え、ジムニー。ジムニー自体これなの。俺そこまで詳しくねえからわかんねえんだけどさ。詳しくない。俺でも、あの、K の方、シエラじゃねえ方乗った時に、すげえ、こういう感じなんだ。そういう感じ。ああ、この辺が違うんかね。どうなんすかね。頭、げんこつ、二つ分ぐらいかな。6000回転。おー、さすが黒缶チックに。この一番左のレバーは何なんだ、これ何だ。これ、ま、ドア、あ、窓、窓です、窓。どっちの窓？あ、そっち左です。それ一番右が右窓。ああ、あの、多分何、こんなところにある。川とか多分入るときに、多分こっちあるとダメなんかなと思う。な、そういうんな言ってた、ディーラーの人、お店の人言ってた、そういう風に。なんか言ってたような気がする。いやー、俺それは初めて知った。そうなん。あれ、どうなの。このさ、福ピカあるじゃん、うん、俺が前、うん、教員辞めて、うんうん、車の仕事してる時に、うんうん、走り終わったとこれで拭くんだよね、うん、これ超綺麗になるんだ。あ、綺麗になる。でも綺麗にした後に雨降るんだよ、私の場合。いつもそうなん。あ、だからこの前雨が降った時もそっか。そう、その前、何日か前に拭いたのに白くなっちゃいました。足はやっぱ柔らっけえな。ラダーフレームってこんな感じなんかな、やっぱり。これは俺初めて知った。これは初めて知った。そんな気がした。そっか、窓ここで開けるんだ。あ、ここに四駆と肉の切り替え。なんかこれ肉にもできるの？肉、あ、もう基本は肉？四駆で走るともう本当にすぐ。じゃあ肉で走るときはステアリングがすげえ軽いだろ。あ、もう後ろが回ってるんだろ、どうせ。そうなんだ、これ切り替えのフルタイムじゃねえんだ。切り替えできますね。私いつも肉で走ってる。お、しかもこれシートヒーターついてんじゃん。あ、そうなんすよ、あったかいっすよ。俺寒がりだからさ、うん、俺の車なんて暖房出てこねえんだから。俺この隣にある、まあ同じ機構の E パワーなんだけど、うん、E パワーって要はエンジンが、ま、万年モーターで動いてるんだよね。エンジンは発電のために動いてて、だから冬場なんて寒くってエンジン万年だよ。だからずーっと寒い風が出てるんです。あんな車乗るもんじゃねえよ。本当に。いや、俺初めて知った、ここに窓があるんだ。全部そうなんかな、俺そこまで見なかった、詳しく。多分そう。いや、まだ新しいな、来たばっかり。新車種がすごかった時は本当に気持ちよくなっちゃう。あ、オイルが 0W20 なんだ、やらっけオイル入ってるんだな。あー、ロータスね。いや、いいな。山道行かねえん、これせっかく持ってて。山道、あぐぎ山ぐらいですよ。いや、ほんとの山ん中。いやー、もう傷だらけになるで、一瞬で。ね、ほんとそうなんですよ。全然汚れてねえもんな、まだ。いや、ほんと7月に来たか、7月だった。7月か8月か。いや、7月、あ、7月に。
令和6年まで長えな、いいな車検がそこまで長えから。あ、これ右側についてるんだ、給油口が。あ、そうそうそう。他の車は普通、今までの車はもうみんな大体左ですもんね。これなんでここにボタンがあるに、ここに鍵穴もあるんかね。でも車ってあれなんですか、鍵穴もないですか。まああるけど隠れてる部分。全然意識しなかった。そう言われてるのはそうだ。いや、鍵穴ねえよね。本当だ。え、隠れてるんじゃないですか。いや、ねえねえねえ、だって俺のもねえもん。俺の、いや俺のあるよ。だってもう万が一これがダメになった時に、前の方がある時はちゃんとついてますよ。へえ、うん。いや絶対ついてるはずですよ。だって隠し機ありますもんね。あ、そうそうそう、まあ分割すればね、うん、いやこれは本当に走ってない、なかなか見ない。あ、本当ですか。シエラは見ない。あ、まあ、でも最近はやっぱりもう出荷されてるから結構走るように。いや、でもシエラ見ねえよ。見ねえ、シエラは見ねえ。いやー、シエラはいいな、やっぱりこっちの方がいいね。でっかくっていいもんね。これなりに良くて買ったんですか。あれ K の方は K ついてないですよ。この状態もうついてない状態なんですよ。そっか、本当にゲレンデみてえだな、うん、ゲレンデってここがこう出っ張ってるんだよね。だから車体自体はちっちゃいさ。俺一回洗車してて、うん、乗ってみるかいとかっつんで、うん、乗って、何気にちっちゃいんだよねって、この出てる部分が、ボディから出てる部分があって、出かけに見えるんだけど、うん、そうかもしれない。これ出てるじゃなくて、だから多分切っちゃえばいいですよ。これでも黒じゃねえな。一応黒では買ったんですよ。でも切ったねえから。いや違う違う違う、パールが入ってる黒なのかな、これ。でも見た目ブラックじゃねえもんな。いや本当にめちゃめちゃ切ったのくて恥ずかしいですけど。いや、いいな。親に車買い替えるんだったらジムニーにさせるな。うん、でただ、ま、街が今どのぐらいなの。多分相当長いだろう。待ってらんねえよな。私の時でまだかろうじて1年3ヶ月。その後に頼んだ人もっと長いと思うんですよ。待てねえよね。その前に死んじゃったらどうするの。いや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 、それは。いや、年寄りが頼んでさ。どうなるんかな。その子供とかに。あ、でもその場合はもう現金払い。多分60超えた場合はもう現金払い。あ、そうなん。うん、だった気がする。まあ金額にもよると思うんですけどね。というわけでジムニーのシエラ、これは思ったんだけど、これライトはさ、バルブなんさ、うん、違うライトも選べなかった、うん、どうだ。これ明るくねえだろ。明るくないです。だからもう、まあ、でもその丸じゃないですか。本当にハイビームしないと遠くまで。だからこれ HID でもねえし、HID とかねえんかな。ちょっと俺後で調べよう、グレード。でもあれ LED じゃないですか。これはなんでこの番号なの。いや、もう前の車がこの番号だったんですよ。ああ、ただそれを引き継いでるだけ。引き継いでるだけで、私の誕生日が若干これ入ってるんで。んどっちから読む。こっちから右側から。そう、あ、そう、たまたまね、前回の番号が、まあ、これだったんですけど、あのワゴンだった時に、あ、この番号が来て、その時は3桁の番号じゃなかったわけ。その群馬上の番号が2桁の50とか51とか。あ、でもいくつだったら、だから選んでねえ番号だろ。あ、選んでない番号ですよ。あ、それを引き継いでるわけね。そう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 。そしたらよく考えたら、あ、誕生日入ってるじゃんと思って、こっちから読むわ。で、自分の名前っぽいじゃんと思って、この、あこれが8だと、ムワって読むんだよ。ムとハだから。あ、全然それ、全然あれでした。知らなかった。だから、俺も、うん、俺の名前も6、8にすると、ムワって読めるから、あとは、あ、
違う数字を重ねると読めるんだよね、うん、だから68にすると読める。これいいこと知った。むわってま、むーはーだからむわ。あ、全然あれでしたね。おお。言われるまで全然今気づかなかった。これリンゴ取らなきゃだな。あ、リンゴ取らない。カラスに食われるから。あ、多分これのせいで、うん、今トヨタのランドクルーザーって新しいに出たんだけど、うんうん、だからここにトヨタって入るようになったんだ、うんうん、そう、これ本当は S だった、 S だけだったんですけど、ちょっと変えちゃいました。あ、そうなん、これ変えちゃいました。あ、そうなん、うんうん、オプションで、オプションで。おお、これはオーナーのこだわりやな。ここそうなんか。あ、そっか、そうやれればそうだ。俺なんでこれなんかなと思った。そうか。でもなんか多分オフィシャル的じゃないのもあるんですけど、引きたいのもあるんですよ、これ。へー、引きたい読めねえよ。こっちの方がいいわ。そうで、そう。でこれだと一応公式のあれだから、公式っていうか、公式っていうか。あの鈴木の S マークはかっこ悪いよ。そう、だからこの車で、あの S はちょっとなんか嫌だったんですよ、私。あー。なんかこの横文字にしちゃった。あー、そういうのがあるんね。ここだけは買います。というオーナーのこだわりがある。そこだけです。ジムニーシエラ。さあ早速アップしましょう。じゃあ